進化も面白いよね。進化ってね、よく昔の人は言う、多くの人が言うけどね、ポケモンの進化とかってあれあんまり進化って言わないよね。進化って言っていいかちょっと微妙なとこっすよね。あって彼らって、まあ、もし人影の全身の細胞に塩基配列的な変化が起きて、で全細胞が変化して、まあ、リザードになっていくとしたら、まあ、それは進化って言っていいかもしれないけど、まあ、おそらくリザードの子供は人影なわけで、おそらくあれは塩基配列的な変化ではない。なんで、まあ、一種のあれは変態なんだと思うね。まあ、その辺の、なんていうか、ポケモン間の比較をね、まあ、大木戸博士がどこまでやってるか分かんないけども、まあ、その辺ちょっと調べなきゃいけない。まあ、でもいずれにしろあれはおそらく変態ですよね。進化とは言えない。はい。だからなんか生きた化石とかね、なんかあんまりいい言い方じゃないと思うんだよな。なんかこの生物は何億年前から進化していませんとか、何億年前から生き残ってる生き物ですとか、ついついね、使っちゃいがちだけど、でもそれってさ、だって彼らは彼らなりにおそらく塩基、もちろんダイナミックな外見上の変化はしてないかもしれないけど、彼らは彼らなりにおそらく塩基配列に変化は起きてるし、変化は起こしてるし、だから進化はしてるんだよね。だって誰、今だって現状地球にこんだけ生き物がいるわけだから、誰かが一番進化してるとかそういうことはないわけじゃん、ね、みんな進化して共通祖先から進化してきた、結果なわけだから、だその辺ね、なんかあんまりね、あの生物は、何億年前から進化していないとかね言っちゃうのは俺あんまり良くないと思うんだよね。まあなんていうか、大学入試ではね、関係なんていうか、あんまりこういうふうに考えちゃいけないけどね。で、さ、パスツールがさ、昔さ、自然発生説を否定したじゃん。なんていうの、白鳥の首フラスコ使ってさ、外から何にも物質が入ってこないんだったら、いくら肉汁を置いても生物は発生しないっていう自然発生説を否定したじゃん。白鳥の首フラスコを使って、昔って雑巾とかを汚い部屋に置いといたら、そこからネズミができるとか言われてたんですよ。でまあ一応それが否定されて、だけど顕微鏡で見えるぐらいの生き物は普通に自然発生するって思われてたんですよ。でそれも一応今では否定さ、パスツールが否定した。でもさ、パスツールね、白鳥の首フラスコで自然発生説否定したけど、でもそれってどうだろう、それって本当ですか。なんていうか、自然発生説って間違いなんですか。どう思う。果たして白鳥の首フラスコって、確かに肉汁はこんぐらいだったけど、あれをさ、海ぐらい用意して、で10億年とか20億年とかほっといたらどうだろう、オゾン層とか全部取っ払って紫外線がガンガン入ってくるようにして、もうガンガン DNA を傷つけるような環境を作った時に、で何十億年とか待ったらさ、自然発生すんじゃないんかいね。だってそうやって生まれたのは俺たちなわけじゃん。まあ隕石からやってきた説はちょっと置いといて、だから初めの1個は自然発生したんだよね。でそれが分裂して、その共通祖先が分裂して増えてって地球上に生命がはびこったんですよね。だからさ、本当は生物学って言っちゃいけない。俺たちがやってるのは地球生物学であって、本気で生物学を名乗るんだったら、いろんな惑星に生命体のシステムを見つけて、でその地球の生命体の生命のシステムとそれらを比較して何か共通性を見出すのが、まあ、本当の生物学、まあ、宇宙生物学って言われてるけど、本当の生物学、俺たちってだから一種類の生物しか知らないんだよね。なんていうか、基本的に同じじゃん。植物だろうが菌類だろうが動物だろうが細菌古細菌だろうが、まあ、全然違いますよ。もう確かに違うんだよ。分子レベルとか塩基配列レベルで見たら違うんだけど、全員 DNA 使ってんじゃん、全員タンパク質使ってんじゃん、なんていうか全員細胞膜持ってんじゃんね、全員 ATP 使ってんじゃん。だからさ、基本的に同じなわけ。地球の生命はさ、1個の祖先からそれは進化したんだから、全員同じなわけ。だから本当は別の惑星でどんなシステムがあるのかを比べなきゃ生物学って名乗っちゃいけないんだよ、本当はね。他の惑星の生物ってどんな進化してんだろうね。やっぱり二重らせん構造の DNA とか遺伝物質に使ってんのかね。細胞膜とかあるんだろうか。不思議だ。なんていうか、まあ俺たちが死ぬ間にね、知ることはないと思うけど、すごくロマンがあるよね。どういう生命が宇宙にはなんていうかいるんだろうね。まあそんなことをね、星空とか見ながらね、思うと生物学もちょっとロマンがありますよね。まあ地球にはいっぱいいろんな生き物がいますよね。変な生き物含め、変な生き物って本がありましたね、昔ね。まあなんていうか、でも生物界全般で言ったら
まあ、発見されてる一番、発見されてる中で一番種が多いのは節足動物か。まあ、だけどまあ土の中とか見たらね、やっぱり原核生物が俺一番多いんじゃないかと思うけど、まあなんていうの、俺たちの方が変な生物なんだよね。だからね、なんていうか、なんていうの、俺たちから見たら何、うわ変な生き物、何原核生物、あ、なんだ昆虫、何節足動物、うわ何足がいっぱいあるね変な生き物ね、向こうからしたら俺たちの方が超マイナーだよ、超珍しい生き物だよ、なんていうか人類のホモサピアンスの方がね、なんていうか動物の方がさ、なん、あ、ごめん何、哺乳類の方が、ね、なん気持ち悪いみたいな、なんていうか何それみたいな、何みたいな、その骨格何みたいなね、みたいな、外骨格ないのみたいな、原核生物からしたらさ、角膜って何気持ち悪いみたいな、何やってんのそれみたいなさ、多細胞って何みたいな、原核生物で全員単細胞じゃん、で多分だけど地球上で一番メジャーなのがそっちだよ多分ね、うわみたいな、気持ち悪いみたいな、どうなってんのそれみたいな、多細胞って何みたいなね、本当は俺たちが変な生き物っていうね、まあそんなことをね、分類とか勉強しながらね知るといいですよね。まあ細かく述べないけど、まあ教科書とかね眺めて、あんまり細かくはね大学入試でないんで、まあいろんな生き物いるんだなってね、いろんな生物がいるんだなって知っとくと面白いですね。では進化と分類の、まあ、軽い雑談でした。